とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は最新タワーの完全攻略、やっていきたいと思います。今回は30回で難易度はそこそこっていうところですね。では、行きましょう。まず、1階からエンチャント入れていくと、結構便利です。火属性ですね。ダメージが上がりますので、まあ、単純に敵を倒しやすくなります。でまだ1回なので、敵の火力はそんなに高くありません。なのでガシガシ、真ん中に立って戦っていって大丈夫です。まあね、真ん中にね立って戦っていってもそんなにやられることはないと思います。まだ敵のね攻撃力は低めなのでおそらく大丈夫。うん。俺もやられたことはないんで。どんどん突破していってください。1回はもう余裕ですね。敵の数がちょっと多いのでね。びっくりするかもしれませんけども、まあ余裕です。1回報酬いりません。そのまんま行きましょう。で、2回も、ちょっと、このね、シュルカーがめんどくさいぐらいで、あとはなんてことないと思います。まずは、真ん中に立つ前に、シュルカー、そしてザコを全部倒してから真ん中に行った方がいいですね。うん、敵がいっぱいいる状態でこの虚無になると結構リスキーなので虚無にはならないようにまず最初の、敵の塊を倒していくといいですね。 OKOK で、敵を全部倒しましたらば、真ん中に挑んでいきましょう。ちょろちょろしか出ないので、もうそのまんま、ここで、虚無になりながら戦っていって大丈夫です。うん。まあ、1、2発もらったところで、そんなにダメージはないと思うので、全然、この場で戦っていってください。まあ、これがね、後半で、HP がね、全然足りないって時だったら、ちょっと問題ありですけども、まあまあ、まだ、2回ですし全然余裕です。はい、ではあと2体ぐらいで終わりかな。あ、いなかった、倒してた。でここでパワーシェイカー取っていきましょう。まだエンチャントは入れません。ちょっと防具にエンチャントを入れたいので最初のうちは止めときますね。そんな難しい敵もいないし、まあ、問題なく倒していけると思います。はいはいはい、敵がね結構多いのでもうちょっとね一気に湧いてくれれば戦いやすいんだけど、ちょろちょろしか来ないんでちょっと嫌な感じですよね今回のタワーは。うん、3回前か敵がもうほんと一気にふわって湧く時があったんだけど、それがねベストだったね。あれは本当にね、まあリスキーだけどすごく早く行けてよかった。でここ何もいりません。ここもエンチャントはまだ入れませんよ。そのまんま行きます。 OK。 で若干ここね敵の攻撃痛いと思うんだけども、まあ、ポーションなんかを使いながらいけば問題はないと思います。じゃあ OK。 意外と敵が出るんだよね。あぶね、よし。移動速度が遅いんでねスケルトンが結構めんどくさいんだよな。 OK。これで終わりだ。4回クリアです。次スケールメール取っていってください。でエンチャントでポーションバリア3ですね。まあ、そこまで使うことはないんだけども、まあ、一応ついてると、急なクリーパーを出てきます。そのクリーパーの時に、まあ、対応はしやすくなりますね。うん、この2匹が結構急に出てくるのでやられる人も多いのではないでしょうか。 OK。
回クリアでーす。まあ、出るの分かってればなんとでもなります。でここ、バーストクロスボウつけていってください。エンチャントはいりません。エンチャントなしで OK です。でここもまあまあサクッと倒しちゃいましょうね。今回結構ね矢を、使う機会少ない割に意外とね矢が溜まります。今回溜まるね。結構箱もあるし、よっしゃ、息ができない。敵からも結構出るんで、やっぱ矢溜まるんだよね。はい、クリアでーす。ここ報酬いりません。まあ、特に言うこともないですね。敵もそんな多くないし、まあ多いにしてもなんとでもなるんで余裕でしょう。 OK。 いやしかしね、前回がね結構回りやすかったんで、今回はちょっと面倒くさいんだよね。前回は本当に良かった。よし、あ、なんか若干ピンチになってた。よっしゃ、 OK。敵をね、どんどん使っていって OK です。終わりかな。いや、まだいる。おお、いなかったね。7回クリア。フロストサイスつけていってください。で、エンチャントで追い打ちを2つですね。はい、これだけで OK です。で、ボスは、左側のガストから先に倒してください。ネクロはね別に何とでもなるんで、このラストをまずはずっといい感じですね。 OK。 痛い。 OK。 ネクロはこの指でねいけば全然無傷で倒せるじゃん、思ったけどね。はい、8回クリア。次報酬いりません。で、商人ですね。商人で、防具を上げたいところだけども、防具は上げずにフロストサイスを上げていってください。まあ、若干だけどね、攻撃力が上がりますので、あとあとまで使っていけるようになります。 OK。 エンチャントは入れません。追い打ち2で十分です。じゃあ、で結構弓どんどん使っていってください。矢はね、ほんと今回光るほど入手できると思うんで、どんどん使っていって OK です。じゃあ、で、あとこれで終わりかな。はい、10回クリア。で、防具を変えましょう。闇のアーマーですね。変えていってください。で、エンチャントで、雪玉3とクールダウン3です。雪玉がね、もうとにかく便利。クールダウンが入ってるので、パワーシェイカーを結構使っていけます。火力不足も、このパワーシェイカーで補っていけば、まあ、なんとか、なってきますので、大丈夫です。よっしゃ。ここもね、意外と敵がね、ちらほら出てきて、嫌な感じなんですよね。もっと、固まって出てきてくれ。確かに固まって出るとね、結構リスキーで、やられることもあるだろうけども。でも、それぐらいあって俺はいいかな。高速で周回したい。ここ報酬何もいりません。行きましょう。で、ここ、クリーパー結構出ます。注意してください。まあ、パワーシェイカーを使っていけば、まあ、大丈夫でしょう。OK。パワーシェイカーで、しっかりとね、対応していけば、
全然大丈夫なはず。クールダウンついてるのでどんどん使っていけるからね。いざとなったらちょっと後ろに下がるとかそういうのをすれば大丈夫です。まあそこまでね、防具も変えたばっかりなので HP が足りないっていうことはないと思います。次、報酬、ここ何もいりません。地雷もいいかなと思うんだけども、あんまりなんだろうな、俺地雷の使い方が上手じゃないんですよね。なのでそんな入れません。いいね、ここもね、クリーパー結構出ます。でも一応注意していけば大丈夫じゃないですか。こう風使いがね、うっとうしいからね。風使いは、まあ、注意してください。あいつに落とされるともう本当に嫌なんだよな。ああ、もうこれが嫌。2回ダメージ受けるし、2回ダメージ受けるバグは早めに直してほしいな。はい、でこう、箱があるんですけども取りません。めんどくさい、向こうまで行くのが。まあ取りたい人は取っていいんじゃないですかね。ここ何もいりません。そのまんま行きます。でここネクロマンサー結構出ます。ネクロマンサーはちょっとね火力が足りないので、パワーシェイカーをしっかり使ってやると、いいですね。で、クリーパーも出るんだけども、クリーパーも、まあ、2発叩けば倒せるし、まあ、もしくは、ちょっと下がりながら弓を打ってやれば大丈夫だとは思います。OK。雪玉がね、ほんといい感じ。雪玉めちゃくちゃいいですね。パワーシェイカーをしっかり使っていく。 OK。 もうちらほら出てくるっていうのは嫌なんだよね。もっとふわっと出てくるんで終わりかな。14回クリアです。次いきましょう。ここの報酬で、防具を変えます。傭兵のアーマーですね。でエンチャントでクールダウン、そしてあっクールダウンポーションバリアだと雪玉です。この防具を、クリアまで着ていきます。でもしもやられるようなことがあれば、一番右にライフブーストがあるので、ライフブーストをやられた時はつけてください。ライフブーストのね、HP アップ、あれ結構でかいんですよね。かなりアップするので、まあ、もしもの時は、着ていくと、いい感じになると思いますよ。はい、はい。若干ね、もう、火力不足になってきてるんで、まあ、一応気をつけて、まあ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 、弓使っていけば、別になんということ、ないんですけどね。はい、おしまいです。15回クリアです。ここでコグクロスボウに変えていきましょう。でエンチャントですね、ヒューズショット3まで入れちゃってください。で次、ここですけどもコグクロスボウを上げていきます。さっき取ったばかりだけどね、コグクロスボウを105まで上げます。武器のねダメージがもう減ってるので、コグクロスボウを、まあ、メインウェポンみたいな感じで戦っていくといいです。あとこれだね、パワーシェイカー。コグクロスボウ上げてるとね結構ここら辺も倒しやすくなるので使ってみてください。もしもの時は、ポーションバリアかあれがあるので何度でもなると思いますね。 OK、 終わりかな。はい、矢は出てるけども
おい取りません。なんだ今のラグは。はい、ここ何もいりません。そのまま行きましょう。とにかくヒューズショットが結構強めなので、あれうまく使っていくといいですよね。3発目に、爆発を起こします。まあでもその前に倒しちゃうんであまり意味はないのか。 OK、 まあ壁に打って爆発させるっていう手もあるんだけどね。はいはい、よし、OK、もう矢はどんどん使っていって OK です。余ります。結局最後だ。よし、ああ終わり、終わりだ。よし、ここ落ちると意外と早くゴールに着くことができます。はい、何もいりません。でボスですね。ここのボスはもう倒し方は分かってると思います。サクッと倒してください。終わりですね。はい、19回クリアです。ここちょっと時間かかるから嫌だよね。武器を変えましょう。両刃斧です。でエンチャントで、クリティカル3、そして虚無1ですね。これで OK です。でここもね、ちょろちょろ湧くんですよね。それが本当にめんどくさい。こっち側で全部湧くまで待った方が早いのかな。どうだろうね。何回も何回も上下上下行ったりするっていうのがめんどくさいんだよな。下にも出るもんねこれ。でまた下にもね、もう一回出るんだよね。あ、今ので OK か。今ので OK だったら嬉しいな。 OK、 いけ、終わり。あ、終わった、よかった。若干下で待てば早いのか。なるほどね。報酬何もいりません。そのまんま行ってください。でここで、防具を上げちゃいましょう。反逆者になると、攻撃力ももちろん、20% 上がってるし、さらに攻撃速度も上がるのですごく使いやすい防具になりますよね。反逆者は使いやすい。はい、OK。ヒューズショットがね、もうちょっとうまく入れば楽なんだけども、ちょっとねこの3発目っていうのを意外と狙いにくいところがあって難しいよね。 OK、 OK、 よし。そしてこの爆発範囲が意外と狭いっていうね。よし、次が爆発するやつが、オッケー。よし、あ、ミスった。金属製がついてるもんと思ってた。でこれでおしまい。22回クリアです。愛のメダル取っていってくださいね。でここも別に問題ないと思います。うん、まあなんとなく言っちゃってもやられることはないでしょう。よし、全部いったかな今回は。上の方がね意外と残って最後どこってで探すことがありますからね。よし、 OK、 いい感じ、いいんじゃない。終わりか。よし、23回クリアです。次行きましょう。報酬何もいりません。でここ愛のメダルを使うタイミングが、うまくいけば結構早く倒せます。ロイヤルガードをうまいこと3体愛のメダルにかければ、まあまあ早いですね。よし、 OK、 いい感じ。あーでも挟まってる。ダメだ。
うまいこと本当に動いてくれれば早いんだけどね。ちょっと挟まってる人とかがいたりするとダメだね。でここエンチャンターを先にねダメージをつけてでもいいのでまず倒しに行った方がいいです。 OK、 はい、いけ、終わりかな。24回クリアでーす。次、ここは雷の杖ですね。最初フロストサイスを装備してたのでソウルがマックスまで溜まってると思います。雷の杖を持っていって、使っちゃいましょう。でここのこのねロイヤルガードをうまいこと愛のメダルかけることができれば早いです。ナイス、いけ、こいつ強いんだよねやっぱね。よし、いいんじゃない。でもね挟まったりするのがねちょっとたまに傷な場所がありますよね。でかいから若干挟まんの。 OK、 いい感じ、ドンあんまりうまくはなかったな。うまい形ではなかったけど、はい、25回クリア。次いきます。報酬何もいりません。ここもねエンチャンターとジオマンサー出てくるので、まああいつらをうまいこと処理できれば早くクリアすることができますね。ジオマンサーほんと欲しいんだよね。 OK、 コブクロスでねうまく当てれば早い。よし、愛のメダル、このチビが仲間になってると意外と早い。よし、 OK、 いい感じ。よし、26回クリアでーす。よかったよかった。でボーンクラブつけましょう。でボーンクラブに、クリティカルさんの虚無さんですね。あとはいりません。そのまんまいきましょう。あと弓にね浮遊射撃か輝きじゃないや光か、あれを入れておいてもまあまあいいと思います。エンチャントポイントは余るので別に入れてもいいと思うんですけども、まあ俺は別にいらないかないらないかな。うん、まあ入れてれば意外と役に立つ時もねあるんだけど、これはサクサクでベンチャーランをね開けずに行きたいので入れずに行きます。ここブラストです。もうパワーシェイカーのパワーが低くなってるのでブラストだけと変えていってください。でもここもね敵が結構ちらほらちらほら出てきて嫌な感じです。でジオマンサーも出るしね、すごい戦いにくい場所。まあ弓が結構高ダメージ与えてワンパンでいけるかな。なので OK、 うまいこと狙っていけばいいのではないでしょうか。いるな、どっかに。倒した倒した OK、 倒してるならいいけど。よし、じゃない、終わりか。28回クリアです。報酬何もいりません。でここね結構離れた場所、ここら辺で戦うといいと思います。とにかくクリーパーが結構出るのでクリーパー処理をうまいことすれば、早いですね。いけいけいけ、 OK、もういいかな。ジオマンサー撃っとい。よし、OK、 あとは上に2匹ぐらいいて終わりじゃない。はい、
29回クリアでーす。次行きましょう。スムーズに行ければ30分以内全然行けますね。ここ何もいりません。エンチャポイント余ってるんですけども、まあ、適当に入れてもいいんじゃないっすか。まあ一応ね、やられた時のためにライフブーストを、入れてもいいかもしれない。まあいらないっていうのであれば、光もしくは浮遊射撃なんかを入れておくといいですかね。はい。でボスで、雷ぶっ破をどんどんしていってください。まあまあそんなにダメージはないじゃないんだけど、まあそれでもそこそこダメージ入るんで、一応雷ね使っていけるんで、どんどん使っちゃってください。このトムがねうまいことハマってればそこそこのダメージになるんだね。 OK、 おー、いいよ。おっしょ、OK、よりじゃない。はい、クリアです。多分どんぐらいだ。あ、でもねガーディアンが若干かかったんだよね。でも28分ぐらいではクリアできますね。もうちょっと早く行けば27分6分とかもいけるかもしれません。はい、では報酬見て終わりますね。どうだ。全然よくね。あ、でも黄金は3だね。これは爆発はいらねえな。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。